チューリップバブル、チューリップバブル、ラン、タルペンモニー、タルポーミニー、タルパンウォット、タルペンリクト、ボランジェクト、A、チューリップマニア、トゥーリパマイニア、チューリップ教時代ともは、オランダ黄金時代のネーデルラント連邦共和国において、当時オスマン帝国からもたらされたばかりであった、チューリップ球根の価格外上に高騰し、突然に加工した期間を指す。 チューリップバブルのピーク時であった1637年3月には1個あたり熟練した職人の年収の10倍以上の価格で販売されるチューリップ球根も複数存在した。1619年から1622年にかけて30年戦争の戦費調達のためにヨーロッパ全体で行われた貨幣の変造、キッパー。 ウンとウィッパーザイトにもバブル経済類似の熱狂が存在したと指摘する研究者もあるもののチューリップバブルは記録に残された最初の陶器バブルまたはバブル経済であると一般に考えられているチューリップバブルという語は今日では資産価値がその内在価値を逸脱するような大規模なバブル経済を指してしばしば比喩的に用いられる 1637年の出来事は、1841年に、英国のジャーナリスト、チャールズ・マッケイによって表された、エクストラーオーディナリー、ポピュラー・ディリュージョンズ・アンド・ザ・マッドネス・オブ・クラウズ、放題、狂気と、バブル、な人は集団になると愚行に走るのかにおいて、広く知られるようになった。マッケイによれば、ある時には、ゼンパー・オーガスタス、センペル、アウグストゥス、日本語訳、 無給の工程の球婚1個に対し、12エーカー、5ヘクタールの土地との交換が申し出られたという。マッケイは、このような投資家の多くは、チューリップ価格の下落により発し、オランダの商業は大打撃を受けたと主張する。マッケイの著書は古典ではあるが、その記述には、異論もある。現代の研究者の多くは、チューリップに対する熱狂はマッケイが記載しほど異常な、ものではなく、 チューリップ球根に監視バブルが実際に発生したことを証明するのに十分な価格のデータは存在しないと主張している。チューリップバブルの研究は困難である。1630年代の経済のデータは限られており、その多くはバイアスがかかりまた非常に推測含みの情報源からのものであるためである。現代の経済学者にはチューリップ価格の上昇及び下落につき、 陶器的な熱狂ではなく、合理的な説明を行おうとする者も,もいる。例えば、ヒアシンスのような他の花もまた、初めて電波した時点では、高い価格が付けられ、すぐに価格が低下したことから、花の価格には、このようなボラティリティがあるのだという説がある。このほか、買い手のリスクを低減させる効果を持つ、議会令が発せられるだろうという市場参加者らの期待が、 価格の高騰を誘発した可能性があるという説明もある。チューリップのヨーロッパへの電波は一般的にはフェルディナント一世、神聖ローマ皇帝によりオスマン帝国のスルタンの下に派遣された大使王ェ、ギスランドブスックによるものと言われている。ブスベックは1554年、オスマン帝国からウィーンにチューリップの球根と種子を初めて送った。チューリップ球根はすぐに ウィーンからアウクスブルク、アントウェルペン及びアムステルダムに広まった。ネーデルラント連邦共和国、現在のオランダにおいて、チューリップが気になり、栽培が本格的に開始されたのは、フランドルの植物学者、カロルスクルシウスが、ライデン大学に着任し、ライデン大学植物園を設立した後の1593年頃であると、一般的に考えられる。 クルシウスは自らが集めたチューリップ球根を植え、チューリップがネーデルラントの厳しい環境にも耐えうることを発見した。それから間もなくチューリップの人気が出始めた。チューリップは他の植物にはない鮮烈な色味あふれる花びらを持ち、当時ヨーロッパにおいて知られていた、どの花とも異なっていた。比いないステータスシンボルとしてチューリップが登場した時期は、 オランダ黄金時代の幕開けと重なり、新たに独立を果たしたオランダが貿易によって富を増やしていた。アムステルダムの商人たちは収益性の高いオランダ東インド会社の貿易の中心となっており、その貿易では1回の公開で400%の利益を上げることができた。結果としてチューリップは誰もが欲しがる贅沢品となり、品種が豊富になった。当時のチューリップは、 いくつかのグループに分類される。赤色、黄色、または白色の単色のチューリップはクルレン、多色のチューリップはローゼン、赤色もしくは桃色の地に白色の縞模様、ビオレットン、紫色もしくはライラック色の地に白色の島様、または最も珍しいグループであるビザーデン、ビザーズとも赤色、茶色もしくは紫色の地に黄色もしくは 白色の縞模様としてそれぞれ知られている。花びらの複雑な線や炎のような形の縞模様による多色の効果は鮮やかで目を見張るものであった。このような効果を有し、多色のチューリップをより異国情緒ある植物に見せるような根は大人気となった。今日ではこのような効果はチューリップの実に感染するモザイク病であり、一つの花びらの色を二つ以上に分けて、 ブレイクしまう、チューリップブレーキングバイラス、チューリップモザイクウイルスに球根が感染したため、生じるものであると知られている。栽培からは、新品種に対し高貴な品種名を付けた。初期の新品種は、アドマール、提督という説当時に、しばしば栽培家の名前を組み合わせたものであった。例えば、そのように命名された約50品種の中で最も高く評価された品種は、 アドマール、バンデア・エイジック、アドミラル・フォン、デルアイク、日本語訳、フォン、デルアイク提督でや、ジェンレル、司令官も、約三十品種に用いられた、別の窃盗時である。後期の新品種には、アレクサンドロス三世や、スキピオ・アフリカノスにあやかったり、提督の中の提督、司令官の中の司令官という形を取ったりした、より誇張した、品種名は付けられた。しかし、 品種名は、場当たり的なものであり、また品質にも大きな開きがあった。これら当時の新品種のほとんどは現在では、絶滅している。チューリップは、球根から育つ植物であり、種からでも小玉からでも増やすことができる。花を咲かせることができる球根を種から作るには、7年から12年、かかる。球根から花を咲かせると、元の球根。 親玉は消滅してしまうが、同じ場所に一個または、複数個のクローンの球根、子玉ができる。適切に育てれば、これらの子玉は、それぞれが球根になる。モザイクウイルスは子玉のみが感染し、種は感染しないため、最も人気のある品種を栽培するのには、時間がかかることとなる。また、ウイルスにより、チューリップの球根は劣化してしまう。北半球では、 チューリップは4月または5月に約1週間にわたって咲く。北半球におけるチューリップの休眠期である6月から9月にかけての間に球根を収穫し運搬することができるため、スポット市場における球根の現物取引はこの期間に行われていた。他の期間は花屋やチューリップ投資からは期間の終わりにチューリップ球根を購入できるよう、 交渉人の前で契約書に署名をしていた先物取引。このように、オランダ人は近代の金融取引の方法を開発し、耐久上費財としてのチューリップ球根の市場を形成した。1610年の政令により空売りは禁止され、1621年、1630年、及び1636年にも同じ命令が出され規制が強化された。 空売りを行っても訴追されることはなかったが、契約は執行不能なものとされた。チューリップの人気が高まったため、職業栽培家はウイルスに感染した球根に対し一層高い価格を支払うようになり、価格は上昇し続けた。1634年までにフランスにおいても需要が高まったこともあり、陶器のために投資家がチューリップ市場での取引を開始した。 珍しい球根の価格は1636年を通じて上昇し続けたが、11月までには単色の一般的なチューリップ球根の価格までも上がり始め、すぐにチューリップ球根であれば何であっても数百ギガーで取引されるようになった。この年にオランダでは季節の終わりに球根を理解するための公式な一種の先物市場が形成された。投資からは 居酒屋のカレッジで会い、旧根を買う場合には、取引価格の2.5%から取引当たり3、ギルダーを上限とするワイン代を支払う必要があった。売り手も買い手も、当初証拠金や変動証拠金を支払う必要はなく、取引も取引所ではなく個人の相対取引で行われていた。オランダ人は、球根の引き渡しが実際には行われないことから、チューリップ球根取引を ワインドハンドル、風の取引と呼んでいた。取引は、取引所ではなく、オランダ人の経済生活におけるマージンにより、達成されていた。1636年までに、チューリップ球根はオランダにとって、ジン、ニシン、チーズに次いで4番目に、取引高の大きな輸出品となった。チューリップ球根の価格は、 求根を実際に見たこともない投資家らによる先物取引での投機のために跳ね上がった。多くの者が一夜のうちに多額の財産を築いたり失ったりした。チューリップバブルは1636年から1637年の冬にピークを迎え、この時には1日に10回も取引された求根もあるほどであった。しかし、これらの契約を履行するための求根の引き渡しは、 行われなかった。1637年2月、チューリップ球根の価格が急落し、チューリップの貿易が停止したためである。価格の急落はまずハールレムで起こり、買い手が定期的な球根の取引に現れなくなった。これは、ハールレムがペストの大流行の最中にあったことが原因である、可能性がある。ペストの流行により、陶器を急拡大させるような、 宿命論的なリスク先行文化が形成されたかもしれないが、他方それはバブルの崩壊の原因ともなった可能性がある。1630年代において継続的に記録された価格データが存在しないため、チューリップバブルがどの程度のものであったかを推定することは困難である。利用可能なデータの大半はバブルの直後に書かれたガヤゴットオーマンと GW による 半透き的な小冊子からのものである。経済学者のピーター・ガーバー。ピーター・ガーバーは1633年から1637年の間の39品種に及ぶ161個の球根の販売に関するデータを収集した。そのうち53個のデータは GW によって記録されたものであった。1637年2月5日のチューリップバブル最後の日には、 88回の取引が行われたと記録されている。旧根の販売は、カレッジでの先物取引、栽培家による、現物取引、栽培家による、交渉人を関与させた先物取引、不動産取引といった、いくつかの市場メカニズムを用いて行われた。ガーバーは、利用可能な価格データは、大部分がリンゴとオレンジ、本来比較できないものの意の混ざり合ったものであると、 している。現代におけるチューリップバブルの議論は、スコットランドのジャーナリストであるチャールズ・マッケイによって1841年に出版された、エクストラオーディナリー・ポピュラー・ディルナン・サンド、ザ・マットネス・オブ・クラウズ、放題、狂気とバブル、なぜ人は集団になると愚行に走るのかから始まっている。マッケイは、群衆はしばしば合理的でない行動をすると論じ、チューリップバブルは、 南海放末事件及びミシシッピ計画とともに、その初期の例であるとしている。マッケイの議論の多くは、ヨハン・ベックマンが1797年に表した、アヒストリオブ・インベンションズ・ディスカバリーズ・アンド・オリジンズ・放題、西洋事物起源に依拠している。実際は、ベックマンの説明及び、そこから派生したマッケイの議論は、1637年に、 匿名で発行された陶器への反対を掲げる三つの小冊子を主な情報源としていた。マッケイの迫真的な本は、イゴナン世代にも渡たり経済学者や株式、市場参加者の間で有名だった。チューリップバブルを陶器バブルだったとするマッケイの描写は、現在でも有名だが、歌詞があり、1980年以降、経済学者によって様々に反爆されている。 マッケイによれば、17世紀初頭におけるチューリップ人気の高まりは、オランダ全体の注目を集め、最下層民までもがチューリップの取引に手を出すようになった。1635年までに、ある取引において、40個の球根が10万ギルダーで購入されたと記録されている。これに対し、バター1トンの価格は約100ギルダーであり、熟練工の年収が 約150ギルダーであり、超えた豚発頭の価格は240ギルダーであった。社会史国際研究所によれば、1ギルダーの購買力は2002年時点において10.28ユーロと同等である。1636年までには、オランダ中の市や町の取引所で、チューリップが取引されるようになっていた。これにより、社会のあらゆる階層が、 チューリップ取引に参加するようになった。マッケイは、チューリップに登記するため財産を売却したり交換に出す人々について衝述しているが、中には、ゼンパーオーガスタスの球根の現物2個のうち1個と12エーカー、4万9000平方メートルの土地の交換を申し出た例や、バイスロイの球根1個を2500ギルダー相当の財産、表に記載で購入した例などがある。 高まる、熱狂の中、ありそうにないが、面白い小話がいくつか生まれ、マッケイが記録している。例えば、ある商人のチューリップ球根を玉ねぎと間違えて、食べるために持っていったという船乗りの逸話がある。商人とその家族は船乗りを追いかけたが、見つけた時には、自分の船の船乗り全員に一年間大盤振る舞い、できるほど高価な朝を食べている最中であった。 その船乗りは球根を食べたトガニより投獄されたという。実際にはチューリップは正しく調理しなければ毒があり、味も悪く、飢きの時でさえまず食用されない。転売液を目当てに買う人々で球根の値はどんどん上がった。しかしこれは球根を高値で買い求める人物が現れ続けない限り持続不可能である。1637年2月、チューリップの売り手は高騰した。 旧婚代金を支払おうとする買い手をもはや見つけることができなくなった。そうと知れ渡った途端、チューリップに対する需要は崩壊し、価格は暴落した。陶器バブルが破裂したのである。あるものは今となっては、相場の10倍の価格でチューリップを購入する契約、結んだまま取り残されていた。またあるものは、手持ちの旧婚の価値が支払った対価のほんのかけらしか残っていなかった。 マッケイは、オランダの人々は、動転して、取引相手を告発したり非難したりするようになったとしている。マッケイによると、パニックに陥ったチューリップ投資家は、オランダ政府に助けを求めた。政府は、旧婚の先物買い契約をした者は10%の、手数料を支払えば、契約解除できると宣言した。すべての当事者が満足いくようにこの状況を、 解決しようとする試みがなされたが、失敗に終わった。マッケイによれば、バブル崩壊時点で最後に求婚をつかまされていた、個人については、代金の支払いを命じる、裁判所はなかったという。なぜなら、裁判官はこれを、ある種の賭博による負債だと解釈し、法律上強制できないと判断したからである。マッケイによれば、ヨーロッパの他の地方でも、 オランダほどの状態には至らないものの、小規模なチューリップバブルは発生していた。マッケイはまた、チューリップ価格の落ち込みが、その後何年にもわたって、オランダ全土に不況をもたらしたとしている。不可解なバブルに関するマッケイの説明は、1980年代まで批判されることはなく、また見直されることもほぼなかった。しかしながら、これ以降のチューリップバブルに関する研究、 とりわけ効率的市場仮説の支持者らによる研究は、マッケイの説が不完全、かつ不正確であることを示唆している。アン・ゴルバー、アン・ゴールドガーは、2007年の論文、トゥーラプメイニアにおいて、この現象は、極めて小さな集団に限られて生じたことであり、当時の、この現象への説明は、当時の一つか二つのプロパガンダと、それらの膨大な量の盗作に依拠していると述べている。 ピーター・ガーバーは、このバブルは、薬病に悩まされた人々が活気ある、チューリップ市場を利用して行った、意味のない冬場の酒合戦以上のものではなかったと、述べる。マッケイの説明は、当時の社会において、幅広い人々が、チューリップ取引に関与しているというものであったが、ゴルガーによる保存されていた、契約書の調査では、バブルのピーク時においても、チューリップ取引は、 ほぼ裕福な商人や熟練職人のみにより行われ、貴族はこれを行っていなかったことが明らかになった。バブルに起因する経済の停滞は非常に限られたものであった。ゴルガーはチューリップ市場における著名な買い手及び売り手を多数特定し、バブル崩壊期に経済的な苦境に陥ったものはハンダースにも満たず、またこれらのものについてもチューリップが原因で苦境に、 落ちったのかは定かではないということを発見した。しかし、これは全く驚くべきことではなかった。価格は上昇していたものの、買い手と売り手の間で代金の受け渡しは行われていなかったためである。そのため、売り手において利益は全く認識されていなかった。売り手が利益を期待して、よそで掛けがえをしていない限り、チューリップ価格の暴落により、金銭を失うことにはならなかったである。 チューリップキューコンの契約価格が1636年から1637年の間に上昇しその後下落したということについて争いはない。しかし価格が劇的に上昇し加工したからといって必ずしも経済的または陶器的なバブルが発達し崩壊したことを意味するものではない。チューリップバブルが経済的なバブルであると言えるためには チューリップ球根の価格が球根の内在価値から乖離していることが必要である。現代の経済学者は価格の上昇と下落がバブルを構成しなかったかもしれないいくつかのあり得る理由を提示している。1630年代の物価上昇は30年戦争の停滞に対応している。このように市場価格は少なくとも初期的には需要の増大に 合理的に対応していた。しかし、価格の下落は上昇より早く劇的であった。1637年2月の価格暴落以降の球根の販売に関するデータはほぼ失われているが、チューリップバブル後の球根価格に関する数少なデータは、バブル後数十年間にわたり、球根価格が下落し続けたことを示している。 ガーバーはチューリップ価格の現存するデータを19世紀初頭のヒアシンスの価格と比較した。その頃、流行の花としてヒアシンスがチューリップにとって変わったのである。すると、同様のパターンが見出された。ヒアシンスがもたらされた当初は需要が高かったので、花やらは美しいヒアシンスの花を育てようと躍起になった。しかし、人々が ヒアシンスになれるにつれ価格は下がり始めた。最も高価なヒアシンスの球根の価格は30年以内にピーク時の価格の1から2%に低下した。ガーバーは近年少量の試作品のユリの球根が100万ギルダー。1987年時点のカワセレートで48万ベイドルで取引されたと述べており、現代においても花は極端な高値がつく場合が、 あことを示している。ちなみに、価格の上昇はその年の旧婚の植え付けが終わった後で生じたので、栽培者は価格を見て生産を増やすことはできなかったはずである。他の経済学者は上に挙げたような要素はチューリップ価格の劇的な倒落を完全には説明できないと考えている。また、ガーバーの説では通常のチューリップ旧婚の取引価格も 同じく劇に上下していることを説明できていないという批判もある。一部の経済学者は、投機バブルに関連する他の要素、例えば通貨供給量の増大といった要因を指摘しているが、これはアムステルダム銀行の預金残高がチューリップバブルの期間において増加したことから示されている。カリフォルニア大学ロサンゼルス校の経済学者トンプソン、 A. トンプソンは2007年の論文においてガーバーの説明ではチューリップ球根の売買契約における価格の極めて迅速な下落を説明できないと主張している年間の価格下落率は他の花の平均が40%であるところチューリップは99.999%であったトンプソンはオランダのチューリップバブルにつき別の説明を行っているオランダの議会は チューリップの売買契約の内容を変更する議会令検討していた。この議会令以前、チューリップの売買契約、現代の金融においては、先物取引契約として知られるのかいては、求根を買う法律上の義務を負っていた。この議会令は、仮に市場価値が下がった場合には、買い手は、契約金額全額を支払うのではなく、求根の受け取りを放棄して、約金のみを支払うことと、 できるよう、これらの契約の性質を変更した。議会令による、この変更は、現代の用語法に従うと、先物取引契約が、オプション契約に変更されたということを意味した。この提案は1636年秋に議論が開始されており、もしこの議会令が制定されることが、投資からに明らかになっていれば、価格は高まっていたと見られる。この議会令は、 売買契約の買い手に対し、契約金額のわずか3.5%、または約30分の1の支払いにより契約を無効とすることを認めたものであった。こうして、投資家らは価格が高騰する契約を行うことができた。投資家がチューリップの球根1個を100ギルダーで購入する契約を締結したとして、もし球根の価格が100ギルダーを上回れば、 投資家は差額を利得として得ることができる。もし価格が上昇しなければ、投資家はわずか3.5ギルダーで契約を無効とできた。このように、名目上の契約金額が100ギルダーの契約も、実際には投資家にとって3.5ギルダー以上の支出を強いるものではなかった。1937年2月上旬、契約金額がピークに達した頃に、オランダの当局が介入し、 これらの契約に基づく取引を中止した。トンプソンはチューリップバブルの期間を通じ実際の球根の取引高は通常のレベルにとどまっていたと述べている。こうしてトンプソンは熱狂は契約上の義務が変更されることに対する合理的な反応であったと結論付けている。トンプソンはチューリップバブル以前最中以降のチューリップの契約金額は 市場の効率性の顕著な例を示しているように見える都市、先物取引契約及びオプション契約における特定の支払いについてのデータを置いて、チューリップ球根の契約金額は合理的な経済モデルが指し示すものに近いものとなっていると主張している。マッケイの説明は今日でも人気があり、エクストラオーディナリー、ポピュラーディリュージョンズザ・マットネス・オブ・クラウズは 定期的に重版され、投資家のバーナード・バルーク、1932年、金融ライターのアンドリュー・トビアス、1980年、心理学者のデイビッド・ジェイ・シュナイダー、1993年、マイケル・ルイス、2008年らがそれぞれ前書きを提供している。現時点で少なくとも6版が流通している。ゴルガーは経済危機の影響はほとんどなかったかもしれないが、 すべての価値体系が疑わしくなったとして、チューリップバブルは経済バブル、または陶器バブルとは言えないかもれないが、オランダ人にとってはそれにもかかわらず、別の理由によりトラウマとなるような出来事であったと主張している。17世紀においては花のようなありふれたものが多くの人々の年収よりもずっと多額の価値を有するというのは、ほとんどの人にとっては想像もつかないことであった。 夏の間しか育たない花の価格が冬に陶器するというのは価値について乗り換えそのものをカオスに投げ込むようなものであった。ベックマン及びマッケイが後に報告した半陶器的な小冊子のようにチューリップバブルによる混乱を描いた情報源の多くは経済への打撃が実際に存在していたことの証拠として要される。しかしこれらの小冊子はバブルにより 被害を受けた者によって書かれたのではなく、主に宗教的な動機により作成されたものであった。この大変動は、道徳的秩序からの逸脱、すなわち、天国の花ではなく地上の花に専念することは、悲惨な結末をもたらしうることの証拠だと見られていた。このように、経済における比較的小規模な出来事が、道徳的な偶話として一人歩きするようになった、可能性がある。 一世紀近く後の1720年代、ミシシッピ計画の破綻や南海放末事件の時期には、チューリップバブルはこれらのバブルに対する風刺として持ち出された。1780年代に、ヨハン・ベックマンがチューリップバブルについて初めて言及した際、ベックマンはこれを当時のくじに外れることになぞらえた。コルガーの見解では、バートン・マルキールの A ランダムウォークダウン、 ウォールストリート、砲台、ウォール街のランダムウォーカー、1973年、およびジョンケネスマルブレイスの、ショートヒストリー・オブ・ファイナンシャル・ユーフォリア、砲台、バブルの物語、1990年、1987年のブラック・マンデーの直後に、表されたといった、金融市場についての現代の著作すらも、チューリップ・バブルを道徳的な教訓として用いている。 チューリップバブルは1995年から2001年のインターネットバブルの間も再びよく言及されるようになった。21世紀にはジャーナリストらはチューリップバブルを陶器的なインターネットバブルやサブプライムローン問題と比較してきた。2013年11月にはオランダ銀行の元総裁であるナウトウ・エリンクがビットコインを表してチューリップバブルよりなお悪いとし、 チューリップバブルでは最悪でもチーリップは手に入るが、ビットコインでは何も手に入らないと話した。チューリップバブルは今なおよく言及されるが、スレート氏のダニエル・グロスは、チューリップバブルについて、効率性市場仮説からの説明を試みている。経済学者らに関し、彼らが正しいなら、ビジネスライターは、手元にあるバブルの例から、チューリップバブルを削除しなければならないと述べている。 和文のものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。